何かお探しですか？うちの薬はよく効きますぞ。私たち掲示板を見てきたんだけど、ひょっとしておじいさんがスペンスさん？おお、ブレイサーの方々でしたか。お待ちしておりましたぞ。早速ですけど、ベアーズクローの生育地を探しているそうですね。ベアーズクローはこの辺りではなかなか手に入らない薬草でしてな。これまではロレントから送ってもらっていたのですが、つい先頃ホルス教区長殿に新薬の調合を依頼されましてな。この先取り扱う機会が急に増えそうな様子なのです。それで自前の調達先を見つけようと思い立ったのですよ。ベアーズクローね。確かロレントじゃミストバルトに生えてたわよね。ベアーズクローは湿気を好むと言います。ボースでもきっとそのような場所には生えていると思うのですがの。はあ、地道に探すしかないのかな。そういう調査もブレイさんの大事な仕事よ。ま、勉強の機会だと思って頑張るのね。うん、仕方ないわね。それじゃあ何か分かったら知らせに来ます。はいはい、お頼み申しましたぞ。ではお気をつけて。マーケットのおじいさんにこの場所を教えてあげればよしと。じゃあエステル、ちょっと聞くけど、ここがなんて場所なのか知ってるの？もう知らねえたらバカにしないでよね。霜降り峡谷でしょ。やたらと美味しそうな名前ね。エステル、霧降り峡谷だよ。あ、聞いといてよかったわ。しょうがないでしょ、育ち盛りなんだから。どういう言い訳なんだか。ほらほら、お仕事中なのよ。お仕事中さ、早く出発しないと。まったく。スペンスさん、こんにちは。
おお、これはブレイサーのお方々、調査に何か進展でもありましたかな？うん、バッチリよ。やっぱりベアズクローの生育地はボース地方にもあったわ。霧降り峡谷に生えているのを見つけたんです。数はそれほど多くないみたいですけど、薬に使うくらいなら大丈夫だと思いますよ。それは素晴らしい。なるほど、ベアズクローは湿気を好むと言いますからな。霧降り峡谷ならば確かにうってつけの場所でしょう。皆さん、ありがとうございます。これで心置きなく新薬の調合に取り組めます。うん、それじゃ頑張ってね。では失礼します。